今日未明、静岡市葵区の牛丼店に軽乗用車が突っ込む事故がありました。道路に飛び出してきた動物を避けようとして事故が起きた可能性があり、警察が調べています。事故があったのは静岡市葵区瀬名川2丁目の牛丼チェーン店です。今日午前2時半ごろ、車が店のガラスを割って突っ込んでいるなどと、牛丼店の向かい側のコンビニエンスストアの従業員から警察に通報がありました。警察によりますと、突っ込んだのは軽乗用車で、静岡市に住む18歳の会社員の女性が運転していました。店は営業終了後で、店内には誰もおらず、けが人はいませんでした。女性は警察に対し、黒い影が前を横切り、ハンドル操作を誤ったなどと話しているということです。道路に飛び出してきた動物を避けようとして事故が起きた可能性があるとみて、警察が原因を調べています。